アスカニオ・チェレスティーニ、アスカニオ・チェレスティーニは、イタリア・ローマ生まれの作家、俳優、演劇監督。俳優、監督として、演劇や映画の分野で活躍。特に50年代から活発になった、語り芝居の第一人者として、民は、大道芸人の語り部などの交渉伝統や、劇作家、ダリオ・フォラのアイロニーや、社会風刺の路線を受け継ぐ。民は、 空話を書き直した、チェカ風も、労働者家族の生活を題材とした、所管形式の、工場、第二次世界大戦時のドイツ軍支配下のローマでの大量虐殺を扱った、地下放送局、連合軍のローマ入場のエピソードを描いた、戦争の愚者、精神病院を取材した、黒い羊、コールセンターの非正規労働の状況を取り上げた、聖なる言葉などの作品が知られている。 黒い羊は、自らの主演、監督で映画化し、数々の賞を受賞した。多くの儀曲は、単行本及び DVD の形式で発売されている、短編、違いの行列、王は死んだは、アンソロジー、どこか安心できる場所で、新しいイタリアの文学に召集されている。ありがとうございます。